ニューアルというか、なんか変わったことというか。あ、まあでももう本当に、あの4月から新しく新番組 RBC さんで、あの担当させて MC 担当させていただくことになって、私の中ではやっと念願というか、こういう仕事がとってもしたかったので、もうこのお声かけいただいた時にもうマネージャーとよっしゃやっとだねっつって、とっても喜んだし、しかももう30超えて新たなこの仕事のに対しての挑戦ができる、こういう機会を与えてもらえるってなかなかないので、もうとっても嬉しかったですね。自分の中でもこのまんま自分行くのかな、でもなんか成長したいし、もっと大きくなりたいなって思いがあったので、すごくこの出会いはすごく私的には大きな出会いだったので、とっても嬉しいんですよ。もちろん不安ももちろんありますけど、なんかそれがとってもワクワクするっていうか、このワクワクを無駄にはしたくないみたいな思いもあります。周りにいる人たちが幸せって感じてくれる、なんかちょっと大きな話になりますけど、なんか今の日本って沖縄もそうだけど、ちょっと幸福度が下がってる感じがするんですよ。人の例えば不倫の話だったり、人がヘマしたことに対してやっかみやったり、なんかこの人の嫌なところを探してやろうみたいな、それがとっても嫌で、もちろんね、毒吐くこともあるし、ね、弱音吐くこともあるし、文句言うこともあるでしょう。だけどそれも含めて、でも最後前向きになんかいたいなっては思う。人が幸せなのを見て、本当におめでとう、幸せになってね、幸せであり続けてねとか、なんかそういうポジティブなメッセージを送れる人がやっぱ増えたらいいなって思うので、なんかそういう仕事の取っかかりの一つとして、なんか私がそういう風になれたらいいなとは常々思ってるので。